セリエ A 第26節。この時間はアタランタ対チェゼーナ、こちらをご覧いただきます。コロッセオデロスデポルスで行われる本日のゲームです。今日はナイトゲーム、現地の天気は晴れています。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今ファーストハーフが始まりました。セリエ A 第26節、アタランタ対チェゼーナ。チェゼーナ、今日は絶対に負けられない。阿部、さあボールはギレルミアラン。チェゼーナ、過去5試合遡ってみますと全勝と今まさに絶好調です。今日も連勝記録更新に期待がかかります。右サイド上がっていく、デロー、フェデリコ・バルベルデ、通るのかこのパス。アタランタ、先日は監督が行った采配が非常に好評でしたね。いや、あのサイドバックの交代は良かったですよね。普通前半で選手変えることはあんまりやんないんですけどもね、明らかに右サイドがやられてましたからね。結果それでだいぶしのいでましたからね。激しいボールの奪い合い、チェゼーナ、これは奪い返します。アタランタとしては前線の選手が先ほどからサイドに開いてますよね。そうですね、これはサイドが起点になるということなんでしょうか。そうなんですよね、サイドに流れることで相手ディフェンダーを外に引っ張ることができますから、うん、そうすることで中央にスペースができるので、はい、そこに列目が飛び出していくっていう形ですよね。まさに陣取り合戦ってことですね。そうなんですよね。さあカウンターを仕掛けます。大きく縦へスルーパスを狙う、オフサイドです。多少タイトな入りになってますけど、両チームとももうちょっと前がかりになってもいいんじゃないでしょうかね。サイドを縦に走らせます。バルベルデからジョルザ、抜きに行きます。カット、どうです、来た来た来た、先制、チェゼーナ。ここは相手のマークをうまく外して落ち着いて決めました。このゴール、北澤さんはどうご覧になりますか。いや、パスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出しててイメージが共有できていないとこういうもらい方はできないですからね。相手ディフェンダーも一歩対応遅れてましたね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールですよね。今シーズンの3ゴール目となります。さあチェゼーナ、この重要な試合でまず一歩リードしています。アウェーで先制しましたけど、ホーム側のお客さんのパワーすごいですからね、はい、集中していってほしいですよね。ジャスルダイン、裏のスペースを狙う、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。縦へのボール、フロイラ、スペースを狙った、これはどうだ。さあ一気にカウンター、自分で行く、クリーだ、抜いた。ジャスルダイン、これをカットします。デロー、大きく前線に入れます。後ろに戻します。裏へ出るか、ここで受けて、デロー、
シュートもあります。さあどうする、ボールの奪い合い激しいものがあります。うまいですね、仕掛けるか、どうする、さあカウンタースピードを上げたいところ、裏へ届くか、さあ歩かす、ボールが上がる、ミドル、押し、裏へのスルーパス、カスターニ、カウンターを仕掛けていきます。さあどこに出した、どうだこのシュート、これはよく取れました。そうですね、難しいボールでしたけどもね、いやよく取れましたね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしてると思った方がいいですよね。まあそういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。シュート、ゲット、チェゼーナ、これで差は2ゴールになりました。いやよく反応しましたね。まさにポジショニングセンスが光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応ができるんですよね。いうことですね。今日2点目のゴールです。さあチェゼーナ、得点を重ね2対0という展開。チェゼーナとしてはここからさらに自分たちのサッカーがしやすくなりますよね、はい、2点リードは精神的に大きいですからね、ゲームの主導権を握る上でも状況としては非常にいいですよね。そうですね、ルーズになる、クリア、レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル、15分間のブレークに入ります。いやこの2点目はね、これも終わるんじゃないかなというところでのね、通過点でしたからね。そうですね、このゴールは大きいですよね。ですが前半終わったところですしね、まだまだ乗ってくるでしょうか、わからないですよ。セリエ A 第26節、アタランタ対チェゼーナ、チェゼーナ2対0とリードして後半へと向かいます。後半です。ゆるく狙ったボール、この位置でボールを受けます。フロイラー、裏を狙っていきます。いいボール入りますよ。ケア、一気に縦へのアーチ、ここはすぐ奪い返します。アタランタ、さあボールはイリチッチへ、ふわっとしたボール、クロスを上げる、これはクリア。スルーパスを狙う、
これはつながりません。ジョルザ今日ワンアシストです。チェゼーラこのセカンドハーフの序盤を2点差でリードする展開になっています。この後はどうご覧になりますか。まあ次の1点が決まるようなことがあればほぼ安全圏ですよね。サッカーやってる人が分かると思いますけども、ハーフで3点ってそう簡単に取れないですからね。ただ油断は禁物ですよね。この時間帯ですと 2-0 は追いつかれる可能性もありますからね。カウンターですよ。フロイラーこのボールはつながりません。ジョルザボールを下げてリズムを作るか。ケアここまでご覧になっていかがですか。北澤さん、チェゼーナとしては守りに行くのか取りに行くのかチームとしてはっきりしておいた方がいいですよね。ジャスルダインスペースを狙う。ジャスルダインからバルベルデ抜けてくる。これ入るか。来た。シュート止めた。ゴメス先日の試合では先発起用をされています。大きく縦へのアーチ。ペレグリ先ほどからかなりプレッシャーをかけられていますね。まあ今日は目立ってますからね。点も取ってますしシュートも決めてますから相手としては抑えておかなければいけませんよね。ベンチに動きがあります。チェゼーラ交代枠を2つ残しています。キーパーから前線へ。チェゼーラ固いディフェンス裏を狙う。ケアケアから大きく縦へ組み立てながら攻め上がっていく。ボールのどこのパス。おいい形じゃないですか。上か。おどっちだ。いやこれは外ですよ。9位に終わりました。さあ誰に合わせてきますかね。セットプレーのチャンスが続きます。これは合いません。さあ選手の入れ替えが激しくなってきました。ジャスルダインこの柔らかいパス。アタランタ一旦クリアで落ち着かせます。これはスローインとなります。パスいいボールだ。ジャスルダインルーズボール裏へ届くか。長いボール縦へ。さあカウンターのチャンスになります。裏のスペースを狙う。カウンターを仕掛けます。スペースを狙ったとこれはつながりません。チェゼーラこれで交代枠をすべて使い切りました。もう一つ前に行きたい。激しいボールの奪い合いです。いいプレッシャー。ジャスルダインジャスルダインからアルカス
さあここでカウンター、スルーパス抜ければチャンス、チェゼーナ、ここは時間を使います、阿部フリーで受ける、長いボールを送ります、さあカウンターを仕掛けます、サパタ、アタランタ、ここでファウルをもらいます、ゴメス、さあ左サイドへ、裏のスペースを狙う、ミリツィ・デミラ、危ないところでしたがなんとか切り抜けます、絶好です、これは枠を捉えることができませんでした、インサイド上がっていく、さあつながるか、シュート、ゴリーリーと外れたところでホイッスル、試合終了、2対0、チェゼーナ勝利です、貴重な勝ち点3を得ました。北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。チェゼーナとしては前半に入れた2点を守りきった形になりましたけども、特に無失点に抑えたというのは大きいと思いますね。2点差は絶対的なリードではないということを全選手が意識していたからこそこの勝利を収めることができたんでしょうね。そうですね、そろそろお別れの時間となります。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。本日はありがとうございました。いえ、どうもありがとうございました。セリエ A 第26節、チェゼーナ見事勝ち点3をものにしています。